皆さんこんにちは。美容室アームの鎌田です。今日は水素を吸って27日目です。昨日気づいたことは、膝から下の足の状態がいつもこの時期からカサカサして白子が吹くんですけども、それが吹かなくてツヤツヤしてます。あと背中はめちゃめちゃ楽になってきました。まだ首には痛さが残ってますけども、あと手もここまで上がっても痛みがなくなってきました。今日のところはそんなところです。また報告します。ありがとうございました。